いやあ、刹那圭介だよ。来ました、今回のパト。お待ちかねの人がおるかな、おらんかな、どっちでもいいけどやるからな、俺は。というわけで、警告が来て、この先を本当に見ますかっていう、ちょっと、あなたは本当に18歳ですか、18歳以上ですかみたいな感じの聞かれ方するわけだ。見るぞ。もう誰が何と言おうと見るぞ。見たくない人はブラウザバックしろよ。よし、見たくない人が多分ブラウザバックしたと思うけん見るぞ。はい。エピローグ、小林瑞穂。エピローグ的な感じだね、ここが。確かにさっちゃんがなんか怪しい感じになっとった。怪しい感じで終わったけど、前回。あさってから夏休みに入る。私たち中学生最後のあの事件から半月、私とさっちゃんは元の世界に戻っていた。さっちゃんは前と同じように学校へに来られるようになった。ただ気がかりなことがあった。夏服になってる。さっちゃんが期末テストで学年1位を取った。そして学年のみんなの名前を覚えて誰とでも話せるようになった。あの事件以来さっちゃんは変わったのかもしれない。いいやんか。いいことやんか。すごいことだけど何かがおかしい気がする。いいことやろうが。多分引きこもってる間めちゃくちゃ勉強しよったんじゃ、やることなくて。いいことやろう、見守ってあげようや。次の日、そう、これが来てほしい。言った次の日なのにお前が出てきて次の日になる。まだ終わってなかった系のエンドか。そうだというのか。おかしい。どうしてもおかしい。私は本当のことを知りたくなかった。疑いたくなかったけど、だけどあのさっちゃんの代わりを、あのおさっちゃんはまさか、え、確かめなくちゃ。真相を知る、真相を知るだって。もうこれ以上に、そうか、勉強がいきなりできるようになったさっちゃんのことを、どういう勉強法があったのかっていうのを知ろうとしてるな。そうか、それならわかるぞ。君だって勉強、成績良くなりたいよな。それは勉強の方法を探すわ。違うわ、多分違うわ。これ道が伸びてる。え、まさか。階段、屋上、夕日が綺麗。夕日を見ながら何か、まだ夏休みなのに、まだ夏休みなのに卒業生を送る歌を歌ってる。っていうか今年送られる側の人間俺らやろ。さっちゃん、あちゃん、生徒会お疲れ様。明日から夏休みだね。セミの声が聞こえるよ。セミの声どころじゃないもんか聞こえてきたけどな。聞こえてきたけどな。さっちゃん、どうしてここにいるの。道が伸びた先にどうして。なに、どうかしたの。どうやって、どうしたの、みっちゃん。どうやって入れ替わったの。あ、シーコさんと同じようにみっちゃんが恨みっこと入れ替わったってこと。さっちゃんは、本物のさっちゃんは、ん、本物って何。私は本物の三倉幸だよ、みっちゃん。嘘をつかないで、村岡さん。さっちゃんは
闇の中よ。私は使徒氏の意味を入れ替えたの同時に、共通点のある同じ意味の言葉を置き換えたの。同じ意味？ミクラたちが闇のサイトに書き込んだイニシャル SM の持つ言葉の意味を交換した。それにより SM はあのいやらしい意味の SM になったとか言うたら殴るぞ。でこれサチ、ミクラとシキコ、村岡は言葉の持つ意味を交換されたのよ。だから私が本物のミクラサチなのよ。え？私はミクラサチとして生きていく。本当は美人のあなたの方が良かったけど、まあこれからどうにでもなるわ。と、どうしてあなたが闇のサイトのことを知っているの？これ誰のものか分かりますか？え？あ、これ充電しとったやつじゃん。違うわ。違ったわ。木島かのさん、この、え？木島かの子のスマートフォンよ。木島さんの。そして内田久美子が作った闇サイトを利用させてもらいました。闇サイトをあの人が作ったんかい。いや、まずそこに驚きだわ俺。何、教師のくせに闇サイトとか作ってんのって話だよもう。いや、まずそこからだよな問題は。いや、そこからだわ俺は問題点は。そう思うわな。教師がそんなもん作ってあかんぞもう。昔も今もバカのやることは同じ。どうかに悪口を書かずにはいられないのよね。返してよ、さっちゃんを。迎えに行ったら？え？ミクラさんはあなたを迎えに来たでしょ。今度はあなたが迎えに行く番よ。ほら、扉を開けてあげる。闇の木造校舎への扉を。助けに行きなよ、さっちゃん。さっちゃん。あ、小林さん、あなたらしくない最後でしたね。闇の木造校舎はしきこさんが消してしまった。ここにあるのは死者の魂をあさまよ終わりなき闇。シーコに連れて行かれたミクラサチは穴の底地獄へ落ち、二つの接点である地獄の穴は闇の木造工事の消滅によって消えた。あなたたちは出会うことなくそれぞれの場所で私を恨み続けるのよ。そう、永遠に。ここはどこ？みっちゃん、平田さん、どこに行ったの？あ、スマホ、木島さんのスマホ、闇サイト、めっちゃにんじんが並んでる。みっちゃんのスマホ、やった、電源がつく。みんな気づいて。そっちにいるのは私じゃない。村岡さん、なんだよ。わー、電波障害、こんなタイミングで来るんじゃない。何これ。わあ、これなんか前にも見たような気がする、このパターン。待って。
ダイソン充電ゼロになったら出てくるスイッチでもやめろ。始まってしまった第5話とも言える話が、帰り道を全然帰り道ないから、帰れるかで実はこの歌、内容と合っとるような話だったみたいな、そういう裏があったん、これ真実を表しとった歌だったみたいな感じだったん、このスタート画面のやつ、歌帰れるかって、帰れるんじゃないかみたいな感じだから、実は帰れませんよみたいな、ふかーてかバッドエンドかい、これマルチじゃないのにバッドエンドかい、これ嘘でしょ。というわけで、助かりそうだったつうか、何かしらいい感じの終わり方するかなと思っとったらこれだった、エピローグ。そうや、確かによう考えて過去の次の日の作品って何一つグッドエンドなかったよな、トゥールエンドつうかハッピーエンドとかなかったよな、バッドバックだったもんな。そういや、こう来たか、何かいい感じの展開になるかと思ったらバッドできたよみんな。というわけで皆さん、あなたの学校にあれなんか立ってるって人が、女子高生がいたら話しかけないでください。その人は恨みっ子です。